午前7時半浜松市東区の和田小学校では夏休みを終えた児童らが元気な姿を見せました新型コロナの感染対策としてリモートで行われた始業式では横井康二校長が新型コロナにより大変な夏休みだったと思いますがこれから学校生活が始まりますと挨拶しましたその後、児童らは教室で夏休みの課題を提出し 担任の先生が生活リズムを切り替えるよう呼びかけました。新型コロナの感染が拡大する中、学校の再開をめぐって自治体で対応が分かれ、沼津市などは夏休みを延長しています。